Good morning. あんにょん。あんにょん。今日は私が通ってるクァンジュにあるチョンナムデの語学学校の行き方を説明したいと思います。イエーイ！ちなみに去年の11月から通ってるんですけど、コロナで4回しか学校行けてないです。では関中駅あたりから出発したいと思います。関中駅からはこの赤がトレードマークのジノーリチルボンっていうものに乗っていきます。結構似た色が多いので注意してください。大まかな路線はこんな感じで、朝の5時40分から終バスは22時40分までですね。意外と早いな。クァンジュ駅から乗ってテシンパークっていうところで降りるんですけど、約10分ぐらいです。ではバスの旅行ってみましょう。乗り換えるときは降りるときにピッてします。余談なんですけど、韓国はみんなが席に着かなくても出発するので、すっ転げたりすることがあるので注意しましょう。ここからチョンデに行く道を紹介します。はい、クァンジュ駅出発です。到着するまでバスあるある紹介します。バス待っとる間に覗き込みが自説。なんかせっかちなのか知らないんですけど、結構バスをこんな風にして待ってるんですよね。その人たちのせいでバスが来とるかわからんから、またもっと顔を乗り出そうとして、まあ大戦争ですよね。クァンジュでは大体のバスが前から乗って真ん中から降ります。バスを降りる時に押すボタンがない席があって、たまに押そうとしてない時に焦ったりするんですよね。이번정류소는전남대사거리입니다バス停でタクシーを呼ぶみたいな感じで手を出す人がいるんですよね。止まらないんですかね。あとバスがタクシー並みにすごく速くて激しいんですよね。もはやスポーツカーレベル。バスの運転手あるあるしだしたらもうキリがないので、ちょっと表にしてまとめときます。でこのリボのタクシーよく見かけます。バスの運転手の脅威なんですけど、まあだいたいお昼の1時過ぎぐらいですかね、バスに乗ってたら多分見れると思うんですけど、2回ぐらいバスの運転手の脅威の瞬間移動的なやつを見たんですけど、昼休憩の交代の時にすごいスピードでバスを乗り換えるんですよね。入り口からお客さんのように入ってきて、バスの運転手がそのまま降りて、まるでクロスロードっていう感じですかね。なんとも目に勝る速さですね。そしてもう一つのパターンは、前方の席に座ってたらしれっと横に座ってきて、
目にも勝る速さというんですかね、すごいスピードで後退してました。びっくりですね。やっぱ韓国の乗り物は死ぬ気で乗らないといけないなと思いましたね。2番着陸船は自動調教입구입니다。다음着陸船は전남대스포츠센터입니다。 This stop is 효동 elementary school entrance。ファンジュにはメインで3種類バスがあって、赤いバスはまあ7分ぐらいで来て、黄色がまあ中間ぐらいの間隔で来るんですけど、まあ、大体15分とか前後ですかね。で緑だと結構遅くて20分、めっちゃ長くて30分に1本とかになってきて、まあ、バスの色を見るだけで結構分かったりしますね。バスの中とか、まあ、地下鉄の中とかで電話できるんですけど、最近バスの中で電話したりするとコロナ対策でか知らないんですけど、運転手の人が乗客の人にブチ切れてますね。早く電話切れとか、まあそんな感じですかね。チョンジュに行ってきたんですけど、まあ、カンジュより上の方なんですけど、まあ、カンジュご飯美味しいなって思いましたね。2番着陸船は전남대스포츠센터입니다。다음着陸船は도로교통공단대신파크입니다。 This stop is 전남 National University Sports Center。スポーツセンターはチョンナムデのホムンの方向になるんですけど、ここはなんかちょっとだけ栄えてて、食べ物とか、まあ、見物はないかなっていう感じかな。次の駅でいよいよ降ります。おー、ついにチョンナムデが見えてきましたね。奥の茶色い長細い建物ですね。結構広いんですよね。それで中でも自転車とかは乗らないんですけど、スクーター乗ってる人が結構いますね。バス降りてからは左にテコテコと進んでいきますね。そうするとちょっと前に横断歩道があると思うんですけど、そこで渡る感じですかね。この日は結構天気が良くて寒いけど、まあいい感じでしたかね。信号を待ちましょう。今日の OOTD ってやつですかね。実際撮影したのが1月の13日なんですよね。それもあって雪がちょっと残ってるっていう感じですかね。日向は溶けるけど、日陰は結構寒さで生き残ってるというか、溶けきれてないっていう感じですかね。てか、うちの足音激しすぎん？そしてこの前の
バックパッカーを尾行してる感じでちょっと気まずいので、ささっと横から抜かしていきますね。そして反対側の手新パークのこちらはバス停ですね。でここの近くにスーパーもあるので、まあ、ちょっと学校行く前に小腹とか空いたり飲み物買い忘れたっていう時にここで買っていくといいかもしれないです。このスーパーはこれですね。銀行も横にあるのでいい感じです。ちなみに学校内にもちゃんと銀行ありますよ。ちょうどあの車が入っていくところがなんていうんですかね、踏むんでもないし後ろの門でもないし、踏むと後ろの門は一緒か。ここから入っていきます。そうするとここになんか食べ物屋さんが2軒あるけど、まあ行ったことがないですね。もはやずっとズームで授業してたんで顔を出す余裕のなさって感じですかね。で車でも入れて左側になんていうのかな、駐車場というか入り口ありますね。で韓国のその車駐車場の事情なんですけど、ナンバー勝手に読み取ってくれて自動で記録してくれて便利なんですよね。そしてここを右に曲がってまっすぐ行くと留学生たちかな、まあ、ちょっと見たことがない方々ですね。でもうちょっと歩いていくと入り口あるので歩いていきます。で到着しました。ここが語学学校ですね。チョンナムデの語学学校、ハブって言うんですかね、結構そういう学生多いです。では入ってみましょう。で入ってすぐに体温チェックと QR コードを送ります。大丈夫ですね。で送れない人は QR コードない人ですね、まあ、電話でも大丈夫です。で上上がっていくとサムシル事務所に行けて、この階段を降りると教室に行くことできます。で教室は基本的に地下にあります。こっちですね。私はこの時遮断下4段階だったので、降りて左のところが自分の講義室になってます。でこれがさっき言ってたハブっていうサムシルになります。先生たちが結構やめておこう、まあいろいろあると思うんですけれども頑張ってくださいっていう感じですかね。3月の8日から新学期春学期始まるので、まあ来れるといいなって思ってます。チョンナムで来る皆さん頑張っていきましょう。チョワヨヌルジュセイヨ。ではアンニョン。